全然関係ないんですが、ボルドーやインキーが 2D 格ゲー経験者にはコンボが簡単ってよく聞くんですが、自分は全くできなくて、格ゲーミニ経験者的にはワーグナーが一番馴染みました。あー、はいはいはい、それはね、もう答えがあります。明確に格闘ゲームで今まで培ってきた動きで補えるかどうかですね。例えばゴールド、ゴールドのコンボ、まあ、すげえ簡単なやついくね。これもう一個、はい、終わりです。ゴールドのコンボこれで終わりで、これはじゃあ、まあどこが引っかかりになるかなっていうと、まず波動じゃん。波動の後に追加入力をするっていうこの行為、これが未経験者的には多分違和感はある。でもう一個がここで目押し、キャンセルじゃなくて目押しでしゃがみ C で拾う。で最後にジャンプキャンセルした後に最速でジャンプ攻撃を出す。このパーツで、まあ、基本的には生成されてるんだけど、この操作っていわゆるコンボゲーだとね絶対あるんですよ。必殺技の追加入力あるよね。バウンドしてるところをノーキャンで拾い直す、絶対あるよね。最速ジャンプ攻撃絶対あるじゃん。だからこれはもうあの必修でもう習ってんすよみんな。でじゃあワーグナーは何なのかっていうと、同じレシピでいくよ、そのとこうなる多分。そのまあでもこれもちょっと違うんだよな。うーん、ワーグナーはねむずいんですよここが。格ゲーでその今やったレシピじゃなくて、例えばワーグナーでコンボやろうと思うと、まあ、こんな感じになるんだけど、例えばね、おお、ちょ違うよ。例えばこのレシピに関して言うと 2B5C、 これただ入れ込みね。 B 竜巻、ここまで入れ込みじゃん。 ビディレイ FF、 これってあんまりないんだ、いろんな格ゲーでそんなにない。でこの後の目押し 6B はまあいろんなゲームである、ここもいろんなゲームである。なんだけど、まあワーガーに関して言うと、このレシピの難しさではないんだ、どっちかっていうと。コンボが入った瞬間とか、シチュエーションによって切り替えなきゃいけないコンボの種類が多いのがめんどくさい、かつ難しいって思うから、格ゲー経験者からすると、だるいって多分なるんだと思います。ただ、弱だったらこれに行きましょう。B だと何がいいんだっけ？B だと何がいいんだっけ、こいつ。これ違うよね。これ安いルートだよな。まあ要するに、その状況判断ですね。コンボの判断力がかなり求められるし、それを切り替えていくと火力が伸びる。かつ、リーチがそんなに長くないから、触った後に判断する時間がすげえ早いんですよ。この辺で判断しないといけないね。とか、この辺で判断しないといけない。まあ、要するに2、3発、かつ近い間合いで判断する。対して、最強の傭兵と謳われたゴルドーさん。もうなんか、全部同じなんですね。いや、もちろん難しくしようと思ったら難しくはできるんだけど、簡単にしようと思ってもいい。まあ、要するにコンボ1種類でいいんすよこいつ。分かんないから最後これみたいな、これでいい。延期もそう、延期度は俺がやってるじゃん、これ1本でいい。彼は
これ一本でいい、彼は。他のコンボいらないです、正直。いらないし、まあ、ね、唯一言うと、まあ、端っこはちょっと伸ばそっかなみたいなっていうのと、端背負ってんなっつって、まあちょっと入れ替えとくかみたいな。で見て分かると同じ、ここまで同じなんですよ。4技目でようやく変えるんですね。ほとんど同じ、まあ、みたいな部分で違いが出てくる。だからゴールドとかエンキドとかは、まあ、格闘ゲームをたしなんでいるんであれば、コンボレシピ見たら、まあこうやってやるんだろうなってのがすぐ分かるっていう意味で簡単で、ワグナーはどうなのっていうと、レシピがややちょっと怪しいな、ちょっとなんか変なディレイとかもあるし、少し複雑な感じがする。かつ妙にバウンド消費する 6C とかジャンニ C とかあって、レシピを妥協しようと思った時に使い回しがしづらいんですよ。要するにコンボの最後の締めのパーツが、延期のこれ見てほしいんだけど、バウンド使わないんですよ。ここで1回、この後なんと0回のまま最後までいく。で最後叩きつけて2回、これ簡単なんですよ。要するに、このパーツ2500ぐらい取ってるけど、いやこれだと使っちゃうか、難しいな、ちょうどいいのない、まあ、これでいっか。2500ぐらい減らすこの最後の締めのパーツあるじゃん、これなんとでバウンド1回も使ってないんですね。で最後叩きつけてようやく1回使うじゃん、だから何も悩まないんですけど、けどいるじゃん、宮城エリカワーグナー、あいつどこでどうバウンド使うお前みたいな。1回ちょっと待って、一回これで使うし、これで使うし、これで使うし、バウンド技が多いんだよね。でそのバウンドをちゃんと使うと火力が伸びるんだよね。からそういうのを意識しようと思った時に使い回しがしづらくて、じゃあバウンド一切使わないコンボの締めのパーツ考えようって例えば思うじゃん、彼女がどうなるか、こうなるんですね。最後に、わかんねーってなるんですよ。この2つになる。だから俺のワグナー見てもらえばわかると思うんだ。こうやって、この辺までは頑張るんだけど、最後どうするのかっていうと、同じやつに行くんですよね。これに行くか、まあ、ここでバウンド使っててむずいんだけど、みたいな。後半の方に、まあ、なるべくバウンドを使わないいつものパーツを用意しておいて、わかんねえ、何回バウンド使ったかわかんねえっつって最後バウンド1回も使わないルートに行くのね。だけどこれがキャラによってはバウンドを使ったりする、あもしくは全く使わないのが最適解だったりして、それは簡単なんですよ。さらにゲージの吐き方もだるい、このキャラは。一応今やったさ、例えばこれが比較的ゲージが吐けるパーツではあるんだよ。あのバウンドも使わねえ、ゲージも吐けるなってなるんだけど、でも FF 使ってるからさ、まあって感じなのね。じゃあ FF 使わなかったらどうなるのっていうと、まあ、こんな感じになるのかな。まあ、要するにそのなんか伸ばそうと思ったらなんか弊害があって、その弊害を取り払おうと思うと、あ、取り払っちゃうと最適解じゃなくなるから、じゃあその弊害、まあ、例えば FF とかバウンドとかを使おうと思うと、じゃあそれが使えないときは違うのが最適解になるじゃんみたいな感じで、すげえ状況に応じてコンボのレシピが変わってくるタイプはだるい。お前のキャラ全部コンボ同じやんけってキャラ、これはね、あの簡単ってなる。まあそうね。だから例えば瀬戸とかもコンボ難しくあるんだけど、操作自体は難しくあるんだけど、なんかその今だとこのこういうあんまりそのなんだ汎用的に使えるパーツ自体があったりして、
あとバウンド何回残ってんだっけみたいなのって、そんなに考えないでも、まあ、80点ぐらいのコンボはできるキャラ。バティスタも実はそうね。みたいな感じで、変わってくるっていう感じですかね。ウニ始めたとき、ゴルド君、2C、ジャンシー、3C、波動3段。そうそうそう。そうなんですよ。初めてアンダーナイトを触るって人に、俺はとりあえずゴルドをいつもお勧めしてるんだけど、特に格ゲー経験者。駒投げあるよ。あるよ、駒投げ。長いリーチあるよ。中段だよ。波動3段で、基礎コーンぐらい出るよ。って聞くと、まあ、それだけでも遊べるんですよね。切り返しどうすんの？これ、これでいけ！これ、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 こせ。こんなんでいいよ、コンボは、みたいな。気が向いたらこっちに行け、みたいな。なんとこのしゃがみし、下段で対空になるんだ、みたいな聞くと、メタもおっぴろげるから、まあ、これはこれでっていう話。で、EX は全部無敵だから、もうとりあえず、波動以外は無敵だから、とりあえずいっぱいパナしていいよ、みたいな。っていうので、ある程度格ゲー出身の人だったらこのキャラクターってそんなに困らない。例えばずいぶん昔の話ですけど、プロゲーマーの数の子さんウニやってたことあったんですけど、ちょっとやってたんですけど、ゴルドを使ってたんね。まあゴルド当時最強だったってのもあるんだけど、だ選択はね正しいと思う。だってなんか10戦ぐらいやったらもう俺勝てない気がするもんな。カズノコゴルドとか言って聞くと、なんか破壊されそうな気しません？勝てない気がしてならないんだよな。まあさすがにさ、その歴が長いから分からん殺しはできると思うんだけどね。まあみたいな話です。なんか格ゲー、多分スマブラ勢ってなんつうの、コンボをシチュエーションで切り分けるっていうのに対して、多分そんなにねハードルが高くないというか、その苦労してないイメージあんだよね。とかそういうゲームをやってきてるんで、スマブラのコンボの種類多すぎるからな、俺からするとすごい難しいゲームだし、それをやって結構強くなるジャンルだなと思う。全然コンボゲーだなと思います、スマブラの方が。だけど、まああんまりそういうのやんないでも強くなれるって意味ではコンボゲーじゃないんだけどね。例えばタカシじゃなくてハイドとかも、さ弾込んで例えばこういうコンボやるじゃん。おお、バウンドが使ってなくなっちゃったみたいな。端で FF 入れたいんだったらこのルートではなくてスケアってやってバウンドを使わないようにしなきゃダメだよみたいな、例えばなったりするじゃん。これはねめんどくさいんですよ、言ってしまうと。後半でコンボ伸ばしたいなとかそのいう場合でバウンド使う技はね、やっぱねめんどくさいんだよね正直。はい、という感じでした。格闘ゲームのコンボの考え方はとにかくあれなんだよね。そのパーツ単位で考えるってよく言われると思うんだけど、そのパーツ単位って何を基準に考えるかっていうと、どこに持ってこれるのこのパーツっていう話になるんですよ。序盤、中盤、終盤、隙がないねってなるタイプのやつと、いやこれ序盤しか使えないんですよっていうやつと、いやこれはね序盤使ってもしょうがないから後半使うやつなんだよねみたいなパーツ分けできるんですね、ウニだと。それがすげえ細かく分かれてるキャラがワーグナーなんですね。ですっげえでっかい四角がボンってあって、まあとりあえずこれでもいいよって言ってくるのがゴールドマンスっていう意味でだいぶ変わってくるって感じです。